で、なんで、なんで上島竜兵の像があるの？ステージ20、これで終わりかな。ここにいる気が。お、なに、なんか汚れた魚の骨が。え、怖い怖い怖い。なんかそこにいそうな、お、なに、釣り竿、釣り竿が出てきたけど、これで魚？お、魚を釣って、はい。やったー、ありがとう。鍵ゲット。絶対ここ上司入っとるやろうなって思った。なに、かっこいいな。荒々しいな。お、なに？え？三つ目に来たんやけど、建物。なんか下に屋台がある。ステージ21。なにこれ？なんか、え？なにこれ？おお！ DJ、DJ こうみたいな感じ。お？なになに？爆音爆音。怒りに来た。あ、怒られた、マジで。マジで怒られたよ。でもどうすんのこれ。どうすればいいんやろこれ。とりあえず。はい。どうすか。片方だけとか。え、なんだ。あ、なに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 。あ、ここにも。ここにもあるけど。どうなんこれ。こういうこと。え、ダメだダメだダメだ。え、ダメだダメだダメだ。え、どういうこと。3つ円盤があるわけよ、こうね。3つあるんだけど、とりあえず片方。もう一個。で、あ、なんか、あ、中にある。やったー、これや。そう、色で合わせるんやろうなってさっき思ったけどさ、ないけん黄色かなと、なんか踊り出したんですけど。何やってんの？楽しそうだけども。いや、ポーズまで決めて、鍵落としたよ。外で踊ってるストリートダンサーやねん。はい、ステージ22。またカツラかぶって、おお、悪い子たちが。ん？釣り竿。ちょっと待って、これで、これで、カツラをゲット。ああ、怒られた！違うのか。カツラをゲットじゃなかったのか。ってことは、釣り竿で、お？あ、この子たちがカツラをゲット？そういうこと？お、取っちゃった、取っちゃった。めっちゃ説教されてる。じゃあ、その隙に出ますね。あ、やばい。いやいや、カツラ取ったの君だから。君たちだから。私、釣り竿渡しただけだしね。はい、ステージ23。50円ゲット。なに？寒い？寒いの？これは手に入れたらダメなわけだね。やってきてしまうんだ。あれか、上司が隠してるのか。お、10円。え、なに？あと10、あ、ここにある。あと10円。でもこっちの人多分さ、冷たい飲み物がいいんじゃないかな。こっちにあげたらいいんかな。ちょっと待って。他ないね。じゃ、とりあえず、はい。これでホット。はい、どうぞ。あ、100円。で、これで両方救えるわけだね。よかった、よかった。はい。お、回復。ありがとう。なんで持ってたの、君。あ、なんか一緒になんか焼き鳥屋行ってんだけど。はい、ステージ24。お、非常ベルを押したらなんかなるのかな。お、なんか犬が。これは、あ、栄養ドリンクや。これのハサミを切る。噛まれない？大丈夫？あー、ほらね、噛まれると思ったよ。キャー、手が腫れた。なくなったよ。何？狂犬病か何か？大丈夫？はい、ここで、犬の紐を切ります。紐をゲット。そしてこの
紐で何ができるんだ？紐。いや、関係ないぞ。あ、もしかして外に何か。いやー、捕まった。怖いよー。押してみる。逃げたよ。ね、逃げましたけど。でもこれ外にさ、上司おりそうな気がするんよね。やけん、ここから逃げる。怒られてる。怒られてる。勝手にベルで鳴らしちゃダメでしょみたいな。ほい、ステージ25。お、雪だるま。お、ゲットした。ん？水。これ、この前に置いて溶かす。バケツをゲット。あー、そこ燃えるよ。でしょうね。燃えてるから。燃えてるから。別にこれ溶かさんでも、バケツぐらい取れるだろ。はい、バケツゲット。あ、で、バケツに水を入れる。そして、消す？あー、サンタさん落ちてきた。え、サンタさん落ちてきたよ。で、おー、鍵置いてってくれた。わかってるじゃないか、サンタさん。私が今、自分サンタさん？はい、ステージ26。金槌とタバコと、おう、ここは禁煙だね。なんで上島竜兵の像があるの？押すなよ。押せないよ。これ壊すとかもする。あ、なるほど、壊しちゃいけないのね。壊しちゃダメなのね。タバコを上司に渡すとこかな。はい。こっそり吸っておいで。吸ってるよ。そしてこれを壊そうと。いや、私よりも上司を見よう。上司を見ようよ。はい。これでこっそり行くでしょ？なんで？いや、悪いのはあなたでしょうよ。これ何をすればいいんやろ？窓もないしな。はい。どうぞ。ん？何？何？え？何？なんか道があるんだけど。イエーイ、脱出。しかも告げ口中。ステージ27。お、腐ったバナナや。これは、あ、危ない。ゲットしていかんものが続々と。これを誰に渡すかなんだけれども。え、でもこれさ、一本ずつあるけん、一本ずつみんなで分けようや。あれ？渡せない。渡せないよ。ここ。お？渡したけど、鍵がない。そして、あ、座布団。はい。で？え、で？開かない。そう、開かないんだよ。そこ開かないんだよ。え？何もできないけど。え？ん？どういうことだ？座布団1枚あげました。これを持ったら飛んでくるんじゃないの？あ、飛んでこない。あ、読み出した。まさかの読み出した。じゃ、ここの2つをゲットして、はい。あ、そういうこと？バランスを崩すと。はい、これでトイレに行けるよ。行かないの？じゃあ私が行くね。ほい、ステージ28。かかしが。何もできないな。これも何もできない。スイッチ。いやー、ちょっと待って、怖い。なんでそんなとこ寝そべってんの？普通には開かないんだな。お？黄色くなった。ね、さらに色が変わるんかな、もしかしたら。お、これで。ダメだけど、何？どうすればいいの、これ。何？
信号の色とか。ってことは信号は青、黄色、赤。これで、うぅ、上司はどこへ消えた？手品やね。すげえ、仕組みがわからない。ステージ29。お、網。何この瓶。お、花瓶かな。あ、ここに花を置くと向こうから蜂が飛んでくる。お、来た来た来た。逃げた逃げた逃げたよ。そして蜂を回収して、まあ、これで私は無事に脱出。はい、ステージ30。何これ、え、何これ、え、宇宙、何これ、ん、なんだこれ。キャー、びっくりした。やめてよ、何それ、めっちゃ元気よく飛び出してくるやん。はい、これとこれゲットして、これは誰なの。おお、なんかゲットした。ん、こっちは、あ、これをはめ、ん、あれ、はめれない。あ、ゲットしたよ。お、なるほど、組み立てました。置いて、え、宇宙へ。お、宇宙へ脱出ですか。もはや地球すらも離れていってしまったか。バックル成功。え、宇宙へ行ってしまった。よーし、バックれてやる。お、お、鍵、誰もいない、普通にバックれ。ん、いけるのこれ、いるんじゃないの。お、誰、社長とかじゃないこれ。捕まった、捕まったよ。てか、そんな顔だったっけ君。お、そして捕まって引き戻され、夜遅くまで残業を。これなんかタッチできるんかな。お、できなかった。10年後。怖い怖いよ、めっちゃやつれてるよ。あれ、同僚、お、家族の写真か。家族を支えに頑張ってるな。しかしこれはいいことなんだろうか。お、さらに10年後。お、なんか元に戻ったような感じが。あ、もしかしてさっきのって、さっきの上司かな、上司の若い頃で、これが現在ってことかな、さらに10年後っていうのが。なんかそんな気がするね。自分も新入社員の頃こんな感じだったよみたいな。何これ、取れない。あ、これで外せそう。カツラ。なんかいろいろあるけど、とりあえずこれで電気つ、ん？ついた？あ、これ電源落としたのか。お、どうしました上司。あ、なるほど、もう帰ろうと。でも作業中にさ、電源落としちゃったら、あの、データが破損する可能性が。寂しげな背中だな。お、一杯やっていくかってことか。やっぱりこの、実はいい上司っていう。はぁ、一体俺たちは、何のために仕事してるんだっけなぁ。なんかよくさ、ドラマとかでこういう仕事終わりにこういう屋台でね、おでん食べたりそういうの見るけど、なんか実際こういう屋台ってあんまり見たことないんやけど、私。あるんかな？うん、他にもアプリを作っておりますので、本作が気に入りましたらそちらもプレイしていただけるとスタッフ一度泣いて喜びます。グーレビューの時には上司がかっこよかったと書けと。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。
えば改めて見ると、あのオープニングのところ、オープニング画面でなんか社長らしき人間に追われてる今の上司が上にあって、上司に追われてる今の自分みたいな。なるほどね、時代は繰り返すわけだね。